FM ギノワン、FM コザをお聞きの皆さん、こんにちは。キャプテンにマカチョウ系のお時間です。この後56分までお付き合いください。お相手は、やらあゆみと。あなたのハートをキャッチしますよ、キャプテンでございます。ディレクターの D です。はい、この3人というかね、そして今日は素敵なゲストにですね、お越しいただいておりますよ、はい、パーソナリティの菅井よしえさんです。はい、菅井よしえです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの菅さんはですね、大学時代から婚礼の司会をスタートさせて、およそ10年で延べ1000組を超える披露宴を、ね、担当しているということなんですよね。またイベントの司会ですとか、広島福岡のコミュニティ FM でディレクター兼パーソナリティを、務めて現在に至ります。その他にも美容ライター、企業研修、個人レッスンも担当されています。そんな菅さんもですね、交えて今日は4人でトークしていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて皆さん、はい、この1週間どのように過ごしましたか？僕はもう仕事というか、お客さんが来て、はい、またこの菅さんと、あのうちの社員の家族が、うちのお母さんの家に泊まりに来て、はい、昨日から僕大変ですよ。そうですか、はい、あ、じゃあもう沖縄を案内するっていうことで、もう案内もクソももう大変ですよ、こっちはバテてないですか？大丈夫ですか？大丈夫ですよ、うん、私いつも元気ですから、ね、もうかなり蒸し暑い日が、ね、続いておりますが、うん、はい、皆さんね、あのこまめに水分などをとってね、はい、あの体調は崩さないように熱中症予防ですね、本当にね、はい、はい。そして D はどうでしたこの1週間？まあ、週末土曜日なんですけど、はい、あのうちのモーニングエイトで月曜日担当してる金子真代さん の、 そのあ、あれは道なき嘉手納での月一でのなんだろう、ライブみたいなのに行ってきたんですけど、あのやっぱりラジオで喋ってる時と歌ってる時全然違うなと思って、やっぱり喋ってる時はなんていうの、パーっていうな感じなんですけど、どういうこと？バーって頭おかしくなってるか、色も黒くなってるぞどうしたんだですけど、まあ、あの歌ってる時やっぱりすごいなって、声も腹からバーって出てるし、そうやっぱりプロは違うなっていうふうに思った週末でしたね。あ、はい、なぜか D がなんで上から目線なのか分かりませんけど ね、 ね、僕はね、はい、上から目線感がありますね、まあ、まあまあ、でもすっかりね、日焼けもされてね、はい、ですよ、はい、横の刈り上げもだいぶ刈り上げられて横にドリフトしてますけど、はい、アシンメトリーな感じが出てますけれども、はいね、はい、私はと言いますと、はい、昨日の夜ですね、はい、あの沖縄市で披露宴の司会、ありがとうございました、本当にね、もう熱々なお二人を間近にね、幸せな姿が見られてね、ほっこりしましたね。そうですね、まあ、なんかこちらも幸せな気分になりましたし、そのお手伝いができるっていうのがもうやはりこの司会のね、うん、醍醐味だと思うんですけれども、うんうん、いや、あのね、うまかったわ。いや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 、俺びっくりしたもん。いやいやいや、でまた明るいし、 ありがとうございます。なんか花があったわ、花が。もうキャプテンにね、なんかちょうだい、間近で何も出ませんけれどもあそこぐらい出せるよもう本当にね、あの緊張を和らげてもらって、いやいや、とんでもない、ね、本当にありがたかったですが、あの菅さんはこれまでに先ほども紹介しましたけど、うん、1000組を超える司会をしてきて、はい、すごい数だよ。本当ですよ、1000って覚えてない人もいてるでしょ。なかなかできないですよ ね、 大学時代からということで、はい、あの一番ね、思い出残っているカップルというかエピソードだったり、うん、ご自身の失敗談とかあったら教えていただきたいなと。いや、もう本当に結婚式はもうなんかもう言い出したらもうキリがないぐらい、もうめちゃめちゃ私も心に残ってるのあるんです、はい、ちょ、放送的にねできる範囲でね、できる範囲でね、じゃあゆみちゃん困らせたらいけないんで2回目もないかもしれないんで、私もそれが来んなと言われると困るんで、ちょっとの、はい、あの考えながらなんですけど、はい、でもあの私すごく忘れられないのが、はい、あのお母様が、うん、新郎が中学校2年生の時に亡くなられていて、はいはい、で小さい時に亡くな、あ、小さくないか中2だったらね、そういう時に亡くなられてるんですけど、うん、あのそれまでの思い出をお手紙に残してあって、で結婚式の時に読む用のお手紙を、はい、亡くなる前に、ね、そう、亡くなる前にあるんですよ、残してあったんですよ、結婚式の時に読んでくださいっていう、お母様が、そう、
でそれを結婚式の当日にお父様が持ってこられて、亡くなる3日前ぐらいにお母様が書かれたお手紙を読んでくださいって言われたんですよ私。でそれもめちゃめちゃ感動して、もう私も本当に披露宴ってやっぱり泣いちゃいけないじゃん、そうですよね、お仕事なのでなかなか、ね、泣いちゃいけないんですけど、でももう本当に泣いて読めないぐらい、幼稚園の時のあなたはとか小学校に上がって高校、それそうで今あのあなたはねの目の前に私はいないけど、お母さんは上あの空の上からあなたたちの幸せなね姿を見てるのよとかいうお手紙をもう読むっていうのがもう本当にもう心にもうめちゃめちゃ残って、いいご披露宴だったなっていう。なるほどね。昨日もあゆみちゃん泣きかけてたよね。わかったよ。俺あれあゆみちゃんってこうやって、ねうん、間近で やらせてもらっても仲間やんか。だから分かって、うん、うるってきた時にもすぐ分かったから、うん、でもね偉いなと思ったの、うん、10秒ぐらいで自分戻してるのよ。あやっぱりね、うん、あまりそのね分かった分かった、泣いたりしたらっていうのがちょっとね、うん、思うので、これはもうそこは抑えてっていうのも毎回毎回、うん、そうですね、うん、私も友人だったり、うん、もう知人の披露宴の司会は本当に結構させていただいてるので、余計にというか、あ自分自身の、ね、思い出とかあったりするじゃないですか。そうそうそう、なのでちょっとね、ない、うん、なんか泣きそうになったこととか何回もあるんですけども、 そうですよね、そこはもう抑えてというか、あの時になんかや、うん、あゆみちゃんのなんか優しさというか人間のね、なんか人間味あるとこ見えて、俺あそこが一番燃えた。燃えた。ありがとうございます。キャプテンの燃えたをいただきまして、ありがとうございます。1個目、今日1個目。これね、10個集まったらハワイ旅行。本当ですか。そう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 。めっちゃ豪華じゃないですか。そうですそうです。出しますよ。いやでも本当にね、そういうならではのというか、涙涙だった。涙もものすごい、もう本当涙涙で、もう感動的で、本当にいいご披露宴だったですね。でもなんかそういう、こう感動的なご披露宴もあれば、はい、やっぱりあの私がもうね、うん、もう大失敗をしてしまって、私あの披露宴って結構1日2件とかすることってあるんですけど、はい、私デビューしてそのすぐすぐの時に結構時間と時間が詰まっていて、前の神父様のお名前を思いっきり2件目の披露宴の時に思いっきり読んじゃっていい感じですね。もうでもそれ聞いたことある。やってしまってで、あのしかも喋らなくてもいいところであえて言った一言が全然違うんですよ。本当は例えばよしえちゃんなのに、はい、あゆみちゃんって言ってた、じゃあそれではちょっと呼んでみたいと思います、あゆみちゃんって言ってそしたらシーンってなって、なるな、間違えた間違えた、そこはちょっと笑いでごまかすとかもできずにシーンってなって、そうそうそう、まあ、テクニックがなくて今だったらっていう方はいらっしゃいますかとか言って、ね、なんか言えるかもしれないけど、あーやってしまったみたいな、もう大失敗感をそうそう出してしまって、大変失礼いたしましたって言ったことでもう自分で認めてしまって、そうそう、めっちゃ気まずいな、めっちゃ謝りに来ました。本当にもうそんな、もういろんな選挙の中にはいろんな失敗もありつつ、自分が失敗してても緊張から、うんうん、気づいてない時もあるんじゃないかな、ありますよ、本当に。そうですよね。で私あの一回新郎のおじさまとかだったのに、はい、新郎のいとこのって言って、しょ、あ違う、新郎のいとこが挨拶するのに、はい、新郎のおじさまのって言ってしまったんですよ、うん、そしたらあのその方がスピーチだったんですけど、はい、あの僕が老けてるのでおじさんって言われたんですけど、はい、僕はいとこなんでって言って、そういう人に限ってそうそうそう、なんねんな、そうそう、そこで気づく、そこであっと思って言ってしまった厳しいなそれ、そ本当にもう厳しかったです ね本当にもういろんな思い出がありますね。いやだってもう新郎新婦それぞれがまたあのプロフィールが違うので、うん、もう本当にもうそうです、もう万人というか、そうそう、全然ね、それぞれ違うじゃないですか、一組一組、一組そう、うん、違うので、うん、ね、宣伝するわけじゃないけどね、うん、まあ、ラジオ聞いたことあるよね、うん、あの菅さんのね、うん、で、まあ、やらあゆみさんの、うん、昨日披露宴を見させてもらったんやけど、はい、今まで披露宴何回も、まあ、うんうん、あゆみちゃんを宣伝するわけじゃないけど、うんうん、いろんな司会者見てきたけど一番良かったわ、うん、いや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 、で、あの菅さんの、まあ、ラジオとかも聞くけど、俺あんなきっちり一人でやってるラジオ聞いたことないね、だから、うん、俺本当にこう聞かせてもらってね、そういうメンバーとできるっていうのは嬉しいね。いや、ありがとうございます。単純にだからやっぱその人の思いとかも分かるし、うん、であゆみさんもね、本来ならまあね、期間としたら 2時間半とか2時間の打ち合わせ以上のものをされたんで、やっぱ相手の方もその新郎新婦もあゆみちゃんに対してありがとうございましたで最後ね、あの普通やったら司会の方に対してなんてお礼言わないでしょ、旦那さんが、それに あゆみちゃんありがとうございましたっていう形でね、やっぱり言ってるの聞いてね、あ
あゆみちゃんがどういう思いで彼女らとね、彼らと接してくれたのかっていうのがすごく分かったんでね。でもすごく嬉しい、それが一番感動しましたね、はい、やっぱり思いですよ、思い。そうですよね、なんか励みになりますというか、これからまたね、どんどん頑張っていきたいなと思います。いやでもね、菅さんのね、いろいろなエピソードが聞けて、本当ね、俺が冷や汗になったわ最後は。俺がなんか菅さんと共鳴になって、なんかうわそんなことあかんやん。そう、あかん、もう本当にあかんって。あのね、これまた出ました、あかん。来月のね、うん、どっかでこのあかんがどっかで聞けるんですけど、ね、そうそう、お楽しみに、どこでできるか、はいはい。さて、あの菅さんがね、今日はお越しということで、うん、もう声をね使ったねお仕事されていると思うんですが、うん、本日のテーマは、はい、声について、うん、声です、うん。あの皆さんご自身のね声だったりとか、あと人の声とかね、コンプレックスとか、まあこんな声でこんな風に言われたいとかっていうね、皆さんからのメッセージもお待ちしておりますので、はい、アドレスは797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com までどうぞお寄せください。はい、ではですね、1曲目を早速お送りしたいと思います、はいはい。この方の声が好きという方も多いのではないでしょうか。菅さん、福山雅治さんで大好きメロディー。燃えるわ。いい感じで、先週ここが暑くてね、これ焼けそうやった。最後の10分ここでのぼせてて、音が出へんかった。ほんまにまた。オートバックスのな、社長さんとかもな、まあ、俺店長が、俺があゆみちゃんを紹介してって言って、やったんよって言って、途中で一旦タバコ吸うところで、ありがとうございます。司会者の方、すごい素晴らしい方、連れて行ってきても、社長りゃ、天気になったけど、はい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 、まあ、おてん、タバコのところで、最中、はい、とにかく素敵なスピーチでって俺言うて、感銘いたしましたっていう、ちゃんとしてるから、ほんなら、はい、もうあんな NHK の素晴らしい方、出会いしていただきまして、みたいな。俺も鼻高かったから、もう今でも高いんだ。これ以上高かったら、ピノキオにしかならへん。ありがたいです、本当に。いや、気持ちがめっちゃあったわ。なんか、新郎新婦がな、いや、あゆみちゃんの方向かってな、こう、あゆみちゃんがこう言うたときに、普通やったらこうやって緊張とかでさ、こう、はい、みたいな感じなんだけど、もう、こう、近い存在。でも結構それはでもよかった。あったよ。話しやすくなったというか、うん、そうやな。なんか、話してるときに結構いつも、うんとか言って、うなずいて笑顔で言ってくれたり、あ、ね、向いてくれてたから、ちょっと言いやすかったとかありますよね。あります、あります。結構会場的にも近かったので、よかったとか。遠いとね。そう。で、最後写真の後って家族と親族に行って、で、俺もあれやん、邪魔したらあかん思って、俺が一番先に手だけ振って。さらっと。最後だけさらっと書いてた。結構な、普段さらっとやね。今ジメッとやねんけど。蒸し暑いからね、もう今。あれ良かったわ、うんうん。ちょっと感動した。ありがとうございます。泣きかけるとき、ああ、あゆみちゃんでも泣きかけるんや、ここのプロで。気づかれないようにやってたつもりだったんですけど。いや、俺やから分かったやね。だからいつもの顔知ってるからってやるね。絶対他の人とか絶対気づいてないと思う。もう、ここのってなってんのが分かって、なんとかせなあかんっていうのがすぐ。ああいう。毎回でもなりますね。なります。あ、なるね、やっぱり。なります。ああいう悲壮な顔にはならないから、その涙をこらえなあかんとかいうこの番組で、だから余計目立つっていうか、俺はね、他の人は絶対聞いてるじゃない。俺ら夫婦だけめっちゃ慣れ慣れしく司会者によって言って写真撮ってくださいでも良かったです、ありがとうございます、和みました。良かったな。飯食われへんのか、飯食いたいとか思わへん。昨日もめっちゃ美味しかったんだ、あれ。あーねー、めちゃめちゃ美味しかったよ、森屋クラシックの。あれ食われへんの、ちょっとでもな、俺酒持っていこうかってしてみたら、そんな感じだな。あかん、あかん、それこそあかん、それこそ。おいとって分からへんけど、じゃあ、とか、どういうことだよ。いや、ことばっかり。あ、森さんがアリビラから応援してます。あ、そうそう、アリビラ行かれてるんですよ。行ってこいと、日光アリビラ、いいですね。一般人が入れるって、プールも泳げるから、ね。あと何分ぐらいですか。まだ CM も10秒ぐらいで、CM を入れるの2分ぐらいです。はい、福山雅治さんってこんな曲ありましたっけ。これも本当に10、20年ぐらい前の曲です。
そうや、メロディー、うん、CM でやってたでしょ、なんかアーモンド、アーモンド、あ、そうそう、ポカリスエットかな、アーモンドかな、そうそうそう、あー、その曲いいですね、もう若い時の、あ、クショー大好き、そうそう、イケメンが好き、私も好きです、サメン代表としては俺はもうそのイケメン好きな女の子はもうイラッとするブサメン代表協会の会長も、そう、もう完璧ですよね、福山雅治、完璧、うん、本当にかっこいい、そうや、福山さんはいい人、うん、いい人や知らんけど、なんか知ってるんですか知らんけどしかも同じ九州ですよね、そうそうそうなんです、ね、もう九州の誇りです、タモリ、タモリ、福山、タモリさんと、あ、じゃあ、タモリさん、タモさん、福岡、うん、うん、そうそう、CM行きます、メッセージとか来てます、メール、5秒前、4、3、2、1、はい、このお時間はキャプテンに真っ赤町系をお送りしています、はい、今日のテーマは声についてです、はい、あの自分自身の、ね、声だったりまた人の声とかコンプレックスとかこういう声になりたいなという方、はい、どんどん、ね、あのメッセージをお寄せいただきたいと思います、お願いします、はい、お願いします、ということで何か皆さんは声についてご自身の何か思うところとかってあったりします、キャプテン、僕はね、うん、なんかカラオケ行くんですけど、はい、カラオケ行って歌うと普段の声と全然違うってみんなに言われるんですけど、その意味がわからないんですよ、あ、自分自身がこう歌ってる声がいつもの通りに歌ってる、まあ、いつものこの声で歌ってるつもりなんですけど、はい、もう100人おったら100人にみんな歌ってる声が違うっていう、確かにキャプテンなんか声の音域というか幅広い感じがするので、まあ、いろんな声を出してる感じがありますね、ああそうかもしれない、うんうん、あの営業上がりでしょう、やっぱ営業の時のトーンと普段は違う、ね、作っていくわけでしょう、役者みたいなもんなんでね、うん、営業マンもね、うん、それでかな、でも全然違うって言われるんですよ、ね、でもモノマネとか結構上手ですね、うん、ねえムツゴロウさん、どうだっけ、あーしゃ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 、あーしゃ、あ、これはですね、この動物はですね、これが愛称表現なんですね、こんな感じで、なんかこう声の幅が、そうですね、いきなり振られましたから焦りましたけどね今目が点になりましたけどね、はい、ねえ猪木さん、こんにちは、でもモノマネができるってことはもう耳もいいし、多分声がね、いろんなね、その幅がないと、音域がね、ないとできない、今やらされた感すごいあるんですけど、今爆笑ですよ、ね、本当ですよ、爆笑とかな、あの、与那嶺 D はいかがですか、声ですか、はい、僕はあんまり自分の声好きじゃないんですよね、実は、あ、そうなんですか、はい、なんか特徴的な声してますよね、ですかね、うん、でもあれってさ、はいはい、録音したテープで録音した声と、はい、自分が聞いてる声と違うやん、ああ違いますね、それどっちの声のこと言うてんの、でもよく言われるのが、うん、自分で聞いてる今喋ってる声は違くて、うんうん、録音したのとかが正しいってよく言いますよね、そうですね、はい、あの話した言葉は自分自身の中から聞こえるのと、あとこの、あの振動というかこの空気を触れて、うん、みんなが思ってる声っていうのが違うので、そうです、骨の、ね、骨に響いてるからまたそれも違うみたいですね、うんうんうん、はい、なので周りが聞いてる声が多分録音した時の声とかだったりするんじゃないかなと思うんです、そうそうそう、うん、それが嫌なの、うん、D は、そうですね、はい、もうなんか自分の声が録音されててそれが流れてくるっていうのがあんまり
あ、そうか、好きじゃないんですよ。聞く機会あるもんね、はい、こういうあれだから、はい、あの仕事から、はい、仕事から僕らあんまりね、これ出させてもらってるからあれだけど、一般のね、はい、僕はテレビで、こうテレビじゃないな、このラジオ出るまでは、ね、はい、聞く機会あんまりないからね。あんまり今喋ってる声をここで聞く分に関してはまだ大丈夫なんですけど、はい、これを録音したのをまた聞くっていうのがあんまり、あ、それはテレや、あ、それはあります、それはあります。なのでテレビとかでも自分が出てたりとか写真とかも自分を見るのあんまり好きじゃないんですよね。なるほどね。だから話すときは自分が思っているよりもテンション3倍だったりとか、声を張ってとかってね、それ感じる、言ったりしますね。ラジオの時そうやわ、あ、俺なんでこんなテンション高いんやとか思うときあるわ。でもそれを意識してやった方が多分いいんですよ。あ、そうなんや。あ、なんか どっかのレッスン会場に来てるんですよ、ね、すみません。菅さんはいかがですか、もう普段ね、うん、声を使われてますけれども。いやでも私本当はあゆみちゃんどうなのか私も逆に聞きたいんですけど、はい、なんか高い声に憧れたことってないですか。そうなんです、ね、あの私は本当に小さい頃からもう声の低さが本当にコンプレックスで、うん、で見た目と声が違うっていうのもよく言われてたりとかして、声低いとか初対面の人から結構言われたりとかもするんですけれども、うん、あのもうそれを前向きにというか、うん、あの NHK 時代とかも視聴者の方からよくあの安心する声とか、うん、あ、そう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 、聞きやすい安定感のある落ち着いた声とかって言っていただけるようになって、うん、あのそれがもう励みになったっていう感じですかね。いやだってすごいいい声というか素敵じゃないですか。なんかみんなに受ける声、安定感した、うん、そうそう、半端ないわ、うん、半端ない安定感じゃない、いやもう昨日の結婚式も見てるからな、うんうん、だからもう今ではもう自分の武器だと捉えてますね、うん、もうちゃんぽいとどこですかって言われても声っていうようにしてるというか、特徴やからな、まあ、キャップがねまた、そう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 、ね、でもなんかキャピキャピっていうのができないのが、うん、それがちょっとね、それは似合わへんわ、うん、いやいやいや、やっぱシュッとしてるやん、そうやっていきたいなって思ってるんです、うん、ちゃんとしてるから、うん、まあ、頑張りますイメージでもなんかやっぱり中高生の時とかって声が可愛い子がすごいやっぱり憧れ で、ね、私も声低い方なんで、いや低いですか、そうそう、私結構あの私は、はい、あの割とこう喋ってる時とかはこんなテンションなんですけど、イベントとか結婚式とかになるとやっぱ無理くりこう上げたりとかするんですけど、なんかそこをやっぱりこう難しいなっていうか、だから基本的には低いんですけど、はい、中高生の時とかに可愛い声の子がいると、あ、羨ましいなって、わかりますね、なんか思って、ね、彼氏に例えばねっていうのも、はい、ねっていうのとねっていうのはやっぱ訳が違うじゃないですか。そうですよ ね、今日どこどこ行きたいなっていうのと、うんうんうん、ね、今日どこどこ行きたくないっていうのはやっぱちょっと違うじゃないですか。そうそうそう、大人になったらね、なんかそうい こう魅力っていうか大人っぽくていいとかになるかもしれないけど、やっぱりね、高校生とか中高生の時とかは声が可愛い子にこう憧れたりしますよね。わかります、わかります。あ、うんうん、D、 あの声が可愛い子の方が好き。でも作ってる感じがあったら逆にぶりっ子って思われるんじゃないですか、ね、最近はなんかもうぶりっ子嫌みたいなのが全面的に結構出てるメディアとかであれしてるので、そうだよね、だからそんなにも、うん、極端に低いとか極端に変わってるとか以外は、でもね、まあ、うん、多分女の人とね、そう、男の人はね、多分またほら、はい、可愛いと思うポイントとか、あ、まあ、好きでね、ポイントが多分違うと思うんで、男に対してそれを望んでるんではなくて、そうそう、自分たち女として女の中で可愛い声があって、しかも本当にあの素手というか、 あまりにもその言い方とかによっては低い声だとクールというか本当冷たい感じになってしまうので、そこはね、まあ、気をつけないとなっていうふうには日頃心がけているというか、テンション低い、楽しくなさそうっていう風にあんまり本当に思ってなさそうとか結構、そうそう、あ、でも本二人感じるかも俺あの俺れもう二人とも慣れてんねんけど、二、はい、人普段、まあ、お会いすることあるんです、はい、打ち合わせとかね、はい、まあ、であるんですけど、はい、会うんですけど、やっぱりえって一番最初はやっぱり戸惑う感じの低さなんですよ、声も。でも、はあはあ、おいおいこう何回か会っていくと、あ、これがこの人の素なんだって思うと、うん、逆にこっちが嬉しくなるんですよね、うん、この声をこんな番組とか他のところでは皆さん聞けないわけじゃないですか、はいはい、だから何の話しとんのか分からないで、まあ、そうそう、だから、まあ、質で変わるっていう、そうなんですよ、だからこうちょっとやっぱりテンションがね、低く見られたりとかするので、そうそうそう、ね、うん、こっちはすごい高い、本当は楽しいんだけど、楽しんでるんだけれども、そう
逆にちょっと伝わらなくて難しいなっていうのは、それだから男の人は意識はしてなくて、うん、もしかしたら何かのタイミングで、うん、え怒ってんのとかそういう言ってるのかもしれないんですけど、うん、女の人は常にそれを意識してるのかもしれないですね。あ今の人ちょっと声高いかなんとかだとか、もっと低くしないととか高くしないとっていうのを多分女の人は意識的にやってるのかもしれないですね、はいはい、男の人はそんなことないよって言いつつ、なんか感覚的に今怒ってんのとかと言ったりとかはすると思うんですけど、そこら辺が声質だから怒ってるっていうのは気づいてないのかもしれないですね。今の話を聞くと、わかるわかるわかる、はい、いいこと言うね、なんか深いですね、評論家みたいだな。いやいや、このキャプテンの任せは何の番組なんだ。最近電話の声違うってみんな言われたことありませんか。僕言われるんですけど、暗いって言われるんですよ電話の声。普通逆じゃないですか。でしょ、僕ね暗くてよく怒ってんのって言われるんですよ。だから普段ギャーとかね、ないダチョウクラブあどうぞどうぞあどうぞみたいな、そう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 じゃなくてね、まああのもう普段よりも暗く聞こえるみたいで、なんか怒ってんのって言われるんですけど、家では家でこんなテンションやったらおかしいですって言いますけど。あ、じゃあもう電話の声がもうそうなんですか、家モードというかそういう感じになるってことですかね。あ、なってしまうみたいですね。でも営業さんでもともと出身だったりしたら、もう、それお客さんに対してとかだったらちゃんとできるんですよ。要は事務員とか自分の会社の事務員とかからかかってくると家と一緒でしょ。ああもしもしって普通に出ちゃうと、こうえ怒ってるんですかとか、いうふうに言われる。お客さんじゃ。はいもしもしとかなるわけですよ、はいはい、ありがとうございますってなる、やっぱ上がっちゃうんですよね、作ってるから、うんうん、でもやっぱ家とかね、うん、そういうのはやっぱり会社とかはね、自分の家みたいなもんですから ね、うん、特にでも女性はもう電話に出たらもう、うんうんなんていうんですか、もう他人競技あれですよね、もう声テンション、あそうかも、オンになりますね。あ、一緒にかなり上がりますか。あ、私上がると思います。上がってますね、はいはい、上がってますね、すごい上がってますね、上がってますよね。私上がりますね、めちゃくちゃ上がってるんですよ、うん、私めっちゃ上がりますよ、なんかこっちが恥ずかしくなるぐらい。はい、菅でございますみたいな、はい、もしもし、プロだプロ、燃えたわ今、燃えた。1ポイントずつ、1ポイントずつ。ありがとうございます、いいですね、ありがとうございます。2ポイント、2ポイント合算合算。じゃあ2人でハワイ、あいいですよ、あ、はい、いいですよ、いただきます、ハワイいいですよ、行ったことありますか、ね、ハワイ。私行ったことないんですよ、まだ。どうでしょう、行きなさい、ハワイいいですよ、ね、はい、過ごしやすいです、はい、はあ、あゆみちゃんと貯めて合算で、ねね、しかもあのポイントカードみたいな、本当にあの共通点が多いと言ったらね、うん、私は失礼ですけど、似てる、あの同級生だったりするんですよ、実はそうそう同級生の、そうそう、うん、同級生、あのなんかタイプが全く違うでしょ、うん、感じ的に、うん、あそうですか、うん、だから逆に面白いんですよね、うん、でこの間初めてこの番組始まる前に、はい、あの機会がありまして、うん、あのガストで、はい、ガスト言ったらあかんな、はい、ファミリーです、はい、遅いっちゅうあのフォロー遅いあのお会いした時でも、だいたい30分ぐらい、うん、1時間ぐらいですか ね、 すね、お話しさせていたの、はい、最後ホイトチでまた行くんだってやってるんですよ、やっぱ気が合うんですね、話もこうさささっとこう、うん、話、うん、なんかとても話しやすくて、だからお会いできてよかったと思って、本当によかったと、うん、このまま2人ともチューしてしまうそんなにそんなに親密にでもなんか声のトーンが似た人とは仲良くなりやすいんですよね、多分 あるかもしれない、親近感、そう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 、ね、湧きますもんね、そう、高い人の周りはやっぱり高い子が多いし、なるほどね、高い子の中に低い人ボンっていないじゃないですか、確かに、ね、やっぱり波長が合うってね、こうやって振動じゃないですか、ね、だから、うん、今日今朝あ某ラジオ番組に出てたでしょ、はい、電話で、はいはいはい、電話で出てたんですよ、うん、あのな沖縄の観光に詳しい、ね、あの、はい、方という設定で、うん、まあ元 NHK の人なんですけどね、それはね、まあそれで聞いててもやっぱり全然違いましたもんね、うん、電話の声もそうだしトーンも違うし、あ、まあ、朝ちょっと朝早かったっていうのもあったと思うんですけど、うんうん、で真っ赤長剣見たりとか他のね出られてる番組見てもそれぞれにトーンを合わせてはるんですね、うん、昨日の結婚式なんかでも、もうきっちり言うところと、うん、こう盛り上げるところと、うん、まあほのぼのとするところの声が3色ぐらいあったんですよ、うん、すごいよく使い、ね、ありがとうございます、そうですよ、僕ちゃんと見てますよ、もうめっちゃ見てます、穴開くまで見てますよ、ね、怖い、チェックして怖いとか嫌だとか嫌いだとかもう最近それで僕燃えてますね、でも本当にね保護者のようにあの見守っていただいて本当心強かったです、ありがとうございます、はい、ということで2曲目をおかけしたいと思いますが、シュガーソウルのガーデンということで、なぜこれを選ばれたんですか。いや私あの
シュガーソウル、この曲がもうすごいやっぱり声が女性としてやっぱ素敵だなと思って、はいね、透明感もあるけど、たまに私もカラオケで歌ったりします。本当ですか、はい、カラオケ行きましょうじゃん。で行きましょう、はい、そうですか。お金払うの僕ですよね。よろしくお願いします。お願いします、はい、ということでシュガーソウルでガーデン。まあ、言うたらあれやけど、あの家にテレビないんやけど、うん、北海道出身やねんて。で、うん、家にテレビない理由がな、その作詞活動に、うん、あの必要ないからって言って、うん、テレビ家にないんだ、シュガーソウル。あ、うん、すごいなんかマニアック、マニアックというかちょっと変わった方みたいな。もう詩とかも、じゃあもう日頃の生活とか、うん、そうやってるみたいですね。本とかそういうので、そうですよ、やってると思いますね、うん、すごいな、うん、このガーデンもそのシュガーソウルが作ってるわけですよ、要はね、うん、それをメイジェイが、ね、メイジェイさんが後で、ね、ソウルガードのことだとか、うんうん、一緒にやってましたね。メッセージ来てるので、はい、はい、お願いします。 CM 明けにメッセージ紹介、うん、そうですね、はい、え、1通来てるの？2通ですけど、同じ方です。同じ方ですか、うん、ありがとうございます。どなたですか？沖縄コンビニセンターさんです。あ、この前も、ね、はい、来てくださった。コンビニセンター面白いですね。ね、あのコンベンションセンターとかけてるんでしょうね、うん、多分宜野湾だけに。コンベンションセンターってあるんだよ、それをコンビ、うん、コーンビーフにして、ね、ああ、なるほど、素晴らしい、素晴らしい、うん。相談系ですか？いや、声について挨拶みたいな感じですね、はい、うん、短めの。それが2通、はい、ありがとうございます。全然見えへんいや、見てもらえ、これこっからでも見えへん。あ、ええ、かむと老眼がひどくなって、乱視と老眼。二人がこうパンパンと喋ると内容が濃いな。30分が1時間に思えるわ、いい意味で。内容が濃いからパンパンと言ったらつまらへんやん。これも入りやすい。結構あとあるので、うん、いけるんじゃん。都知事の、そうだね、都知事のやつも、うん、ちょっと俺感動する。 AOR B もやりますか？ AOR B やるやる、うん、まだメッセージあれ、ああ、そうか、まだまだ、うん、いけるかもしれない、うんうん、いける、うん、ちょっと今すごいあれしてるやん、いい感じになってる、うん、いや、景色が違うわ、いつものここにおる景色がなんか違う。後で言う。後で言う。ちょっと自分ね。いいこと、いいこと。語って二人が眠たくなる。おっさん、早な、早ちゃん、早ちゃん、終わりや。火曜日撮ってて、またね、次回でもいいし。うん、声の中の、私、あゆみちゃんのこうなんかあの声のこうキープの仕方とか、気をつけてることとか、発声練習とか、なんかほら、そうね、もっとはっきり、うん、安定してる声。俺、その日、その日と違うねん。ずっと一緒やねんよ。一緒やろ。でも、もっともっと声は、声というか、喉は強い方だと思います。めったにあんまり風邪というか、あれを。え、皮膚も、あんまり皮膚炎とかにならないタイプちゃう？皮膚炎とかもならない。あ、だからやわ。結局ここは炎症してるわけだから、皮膚が弱い人なんか、俺、そうやん。すぐ喉に来るから。喉痛なったりとかするんですよ。でも温かいものを飲んだりするようにはしてますね。ああ、やっぱりそうですね。やっぱりそういうところなんだよ。生姜油とか。あ、うち日頃、やっぱり日頃からできてるんだよ。あと喉飴とか。ああ、そっか。とか、あともうその本当に披露宴の前とかは、多分ご自身もされてるかもしれないけど、ウイロウリとかをもうずっと発声とか行ったりとかって感じですかね。ウイロウリしてますか？ウイロウさん売りに来る。何やねん。発声練習でアナウンスする。そう滑舌体操というか、そうなんや、拙者親方と申すお立ち会いのうちにご存知の方もございましょうが、お江戸を立て二十里上方、蘇州小田原一色町をお過ぎなされて、青物町を上りを上りでなされれば、あんたもそれは気合うわ。曲は必ず覚えさせられるみたいな。必ずアナウンススクールで必ずやりますよ。菅ちゃんもすごいな、一緒に今ハモってた。
いやいや、私もなんて親方がどうしたの違う親方みたいな。そう、別物の高野花のモノマネ。あと何があるんですか、モノマネの。ね、本当にね、高野花さん、子供の時にさ、なんか自分の父親のことをさ、あずてー、パパはね、かっこよくてねとかいうやつあるやん。あれ一回やったことあるから。それなんかそのモノマネをしてる人のモノマネみたいな。そう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 。俺な掛布できんねんけど、阪神の掛布、あの松村の掛布になってまうね。掛布じゃなくて松村の掛布。松村の掛布。そうそう、モノマネのモノマネ。モノマネのモノマネ。なるほどね。掛布さん。掛布さん。聞きたい。似てないんだよな。いきなりムズゴロ焦ったわ。でも歌ってくださいよりいいですよ。まだ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 まさかのよ。俺今まで一番焦ったから、ま、頭が真っ白な。これはあと次は何分なの。時刻36分を回りました、はい、キャプテンに若長家のお時間でございますが、はい、もうあっという間ですね、うん、あと20分ほどとなりまして、ね、はいはい、メッセージ届いているということなんでお願いします、はいはい、ご紹介します、はい、ラジオネーム沖縄コンビーフセンターさんからいただいております。ありがとうございます。映像を見たら4人いますね、はい、皆さんこんにちは。あと初めましての方は初めまして。初めまして。テーマの声を使うのは歌ですよね。なのでリクエストお願いします、はい、ティーナカリーナのアカンをお願いします。これはキャプテンにかけたのかな。アカン、追伸がありますね、はい、追伸、なぜこのリクエストのしたのかは謎にしてください。あと、うん、アカンが得意なパーソナリティ様が歌うのもかなりありですっていう風に。あ、キャプテンのね、すごい、ね、聞いてくださってて、うん、いつもありがとうございます、ね、しかもアカンっていう曲あったんですね。あるんですよ、タイトル。ありますよ、ティーナカリーナさん結構可愛らしい方でね、関西出身の歌でね、関西弁の歌ばっかり歌ってます。あ、そうですか、うん、じゃあ後ほどね、そちらもかけていきたいと思いますけれども、ね、もう ね、ゲストに菅さんが来ているということで、はい、いろいろとお聞きしたいなと思ってるんですが、はいはい、菅義偉さんは、はい、なぜこのね、業界というか、うん、目指されたのかなと思って、それ気になるなと。あ、うん、気になるな。私ですね、はい、その今日のオープニング福山雅治さんだったんですけど、はい、私あの小学6年生の時にミュージックステーションで福山雅治さんがメロディーを歌ってるのを聞いて、はい、私絶対福山さんといつか仕事がしたいと思って。すごい。そこからずっと、私地図なんですよ実は。おなんか何の宣伝か分かりませんね。あのちょっとね、一途なんですけど、でそれで福山さんといつか仕事がしたいと思って、で今度喋る仕事を目指したんですよ。すごいですね。そっからずっと。そう、じゃあもうそれをミュージックステーションで見て、うん、福山雅治さんと一緒に仕事をしたいという思いから、うん、そしてちなみにその夢は実現しましたか、うん、でもあの福山さん結婚されたんで、あ、もういいか。しかも私たちと同じ年の方と結婚されたってことね。福山ロスってやつやね、これね。マシャロス。マシャロス。あ、もう結婚したからもういいや。結婚したからもういいか。うわ、でもいつか叶うかもしれない、ね、本当にこうやって行っていくと。そうそうそう。でも同じ九州の、ね、方だったりするので、誰か、ね、今日あのツイキャスとかもありますので、うん、早く見てる方いらっしゃったら、はいはい、福山さんと、ね、近い方がいらっしゃったらお待ちしてます、はい、よろしくお願いします。何の宣伝やねん。いや、すごい。でもそれでそうやって本当に、ね、あの慣れたというか、
夢が叶っているところもまたすごい。いやいやいや、福山さんも確か FM でね、そう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 、福山さんの番組やってますからね、うんうん、やってますやってます、はい、なんで繋がるか分かりませんからね、本当に本当に、うんうん、そうそうそう、言ってたらほんまにあゆみちゃんが言うみたいに叶うかもしれない、ねえ、そうね、ちょっと言い続けましょう、ね、本当によろしくお願いします、うん、お待ちしてます、うん、ここにもしかしたら皆さん福山さんがそう、あ、菅さんの力で来るかも分かりませんからね、 そ, んうん、その時はぜひですね、サインいただきます、本当ですよ、ね、本当ぜひその叶った時はおっしゃってください、いい話聞いたな、ちなみにあゆみちゃんはなんで、私はね、うん、もう ベタって言ったらあれですけど、うん、小学校の頃の放送委員をきっかけにですね、あ、はい、もう放送委員をきっかけにみんなの前で話すことの楽しさとか、人前で話すことの、目覚めたんや、それで、あ、もう私にはこの仕事しかない、もう転職だって思って、それからずっと目指してる感じですね、俺も1回だけ、なんか1年間だけ放送委員したことあるわ、小学校の時に。本当ですか。俺の場合は何にも思わんかったけど何の本当に何にも浮かばへんかったけどねでもね、放送委員もしてたっていうことで、またここでラジオもやってるってことも何か通ずるものがあったりはしますけど、ね、それ無理くりやな、ね、でもそうかもしれんな、ね、あるのかもしれないですよね、うん、なんかあるかもな、ね、うん、本当に、うん、いろいろね、はい、D は私すごい今日 D 始めまして、ね、よろしくお願いします。お見合いですか、うん、そうそう、ね、もうね、ずっと気になる存在だったんですよ、ね、いつもね、こう、あの画像でね、こう、ね、ユーストリームでツイキャスとかではちょっと拝見してたんですけど、はい、思ったよりも髪がね、すごい攻めてる感じ髪がね、思ったよりも攻めてる感じで、ドリフトしてる、そう、ドリフトしてる感じですごいいい感じだなと思って、はい、え、 D はなんでこのお仕事を、業界、いや、も、僕も本当に放送が、まず放送が好きなんですよ。あ、なるほど。テレビとか、うん、ラジオとか、放送業界が、はい、が好きで、で、まあ、大学ぐらいの時から結構ラジオを聞いて、まあ、ちょうど僕の時はラジコが出た時期だったんで、ラジコ、あの、たまたまその地元の放送が聞けるっていうことで、またなんかそこから、あ、懐かしいなっていうのもあり、昔よく聞いてたなとかっていうので結構ラジオハマって、うんうん、そこからもうラジオ好きになって、で、まあ、縁あってたまたまここにいるみたいな感じなんですけども、あ、じゃあもう本当に好きな職業になれたというか、はい、はい、ラジオ、はい、僕らいろいろ仕事ね、あの、こうしてくださいとかいろいろお願いしたり、 CM ね、撮影や録音してしたりしてても、好きってなんかにじめて出てるもん、仕事っていう感じで、溢れ出てますよね、そう、好きだわ、わかる、かっこいいな好きな職業につけてる人って本当に一握りやねんで、みたいです、ね、うん、あの、大概がみんな自分がやりたいことと別の仕事をついてて、うん、あゆみちゃんでも、うん、あ、菅さんでもそうやけど、自分のやりたかったことをやってるわけだから、うん、それはすごいよ、うんうん、やはり諦めないでずっと頑張るというか、マヤミッキさんのお話されますか、あの、どうだ、行きましょうか、久しぶりね、あの、6週ぶりですかね、はい、で、行きますよ、はい、D、大丈夫ですか、はい、はい、3、2、1、9、諦めないで。何回聞いても似てるな。似てる。似てるやろ。似てる。俺だ。衝撃受けたでさ。そういうつもりで今話してないんですけど。本当にあの夢は諦めないで。だからもうその今諦めないでって言うと、見える、見える、見える、もう本当に前向きさが見える。で、その本当に一途にね、おっしゃってましたけど、それに向かって頑張るっていうことが本当に。あの、叶えるためのね、ちょっと一歩というか、うん、そういうことかもしれないんですよね。マヤミキさんと目力が一緒やもんね。そう、いや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 、本当に、いや、そんなそんな、うん、平虎さんが似てるやんって、ありがとうございます。似てる似てる。で、あとリクエスト、チー兄ちゃんのモノマネをお願いしますっていうことですよ。今日の締めくくりはっていうことなんで、後で振りますね。D できるんちゃうか、チー兄ちゃん。チーニーちゃんってすいません、ちょっと、あ、そうか、年代が違うか、ちょっと存じ上げないんですけど、福山さんのモノマネさん、あの、あ、一つ屋根の下っていう、そうそうそう、ドラマの、ドラマの、あ、じゃあちょっと、うん、無理か、はい、うん、いや、もうキャプテン、はい、そこはお願いいたします、ね、はい、趣味らしい、いいですよいいですね、でもなんかこう、うん、声ってやっぱりこう、この声でこんな言われたいとかってないですか、なんか、うん、この声、今ね、ほら、諦めないでみたいな感じで、なんかこう、この声でこんな言われたらもう好きになるとか、なんかそういうの、声って、声ってなんか影響しないですか、影響しますね、だいぶね、なので、あの、福山雅治さんね、そうそうそう、好きっていうことで、そう、ちょっと今ね、何を言われたいですかちなみに何を言われたいですか私、あの、怒られた怒られた
たというかド M かいやなんかあの、うん、無理すんなよとか言われたあなんかそういうのちょっと燃えるいいですね、うん、いいですねそういうの燃えます、うん、あ燃えるんだ、うん、燃えます、うん、あゆみちゃんはどんなこと言われた燃えそうな感じでも私も無理すんなよとかいいかもしれない言われた あと今のままでいいよとかああそのままでいいよみたいな、うんうんうん、ありのままでありのままでありのやっぱり女性はこうどうやってんですか、ね、体のことを心配してくれるとかそうそう自分のことを認めてくれるっていう人はなんかいつも応援してくれるとかね味方になってくれるみたいなのねいいですよ いいですよ ねちなみに、うん、あの吉江さんは男性の高い声の方が好きですか、はい、それとも低い声の男性が好きですか、うん、あ私ね低い声の方が好きなんですよ無理やり低い声出そうとしてもね、あそうなんですか、うん、なんか重低音好きですねあで私は自分が低いからか、うん、高い声の人が好きあードラムドとかいいんじゃんあードラムド久しぶりに会いました、高い声代表でドラムドさん出てきます高いだねあーのぶといだけじゃんそれ意外高いイコールそれ出てきますねなかなか思い出さないけど、いや北島三郎師匠は思ってるけど、うん、なんかここに織田武道が出てきたもう織田武道が降りてきたいやだそれはちょっとね例えば誰の声とかですか芸能人で、うん誰だろう高い声高い声でもあの三宅健さんとかでも笑いが出てきた何の笑いだろうなんかね三宅健さんの声とはちょっと違うな違うあれちゃんあの下條あ、下條さん好き。下條さんのモノマネちょっとできますよ。やってみて。あ、やってみましょうか。いきますよ。はい、3、2、1、9。山本太郎が出会った。落ちた。いや、あのね、ある意味ね、俺。似てるわすみませんしかもちょっと山本太郎さん出してしまいました申し訳な い, い, やいや全然いい私も本当に汗かいてきたもんそうそうすみませんちょっとアフリカ最後の羅族にとかも忘れました今いきなり振られたので全然私ヘッドホン落として笑いましたからね今ほんま似てたいやいやいや似てしまった私もほんと見つめましたもん今日のテーマってモノマネやったねえそうそうそうまあ声イコールねそういうモノマネっていうのもあるということで、うん、ねあの皆さんもね、うん、もしモノマネとかがありましたら、ねこれツイキャスでどうモノマネすんのそうそうそう文字だけ文字だけあの平虎さんからはキャプテン織田武道のモノマネはリクエストしてませんけど洗いできてますよあれ結構似てるって言われるけどな織田武道なんかじゃあ、あれ悪霊成敗するそうですね、そうですうわ、ういあ、ういあ、あーとかやっていくわけやんかあ、でも今、見えましたジュズ、こんなのがチャラチャラ見えたさっきまではジュズしか思い込まなかったですけどあの見えました、今見えたやろ来ました、来ましたなるほど、ね、これ自信作ですよ自信作ですすごいお持ちですね、いろいろと ね本当にもう最後の締めくくりはね、はい、あの福山雅治さんのちにちゃんをやっていただきたいなと思いますがはい、ではニューストピックスのコーナーということで、はいはい、今回は、うん舛添洋一都知事の政治資金問題についてあのキャプテンにお伺いしたいと思います。あ、はい、いやあれ政治と金っていうのはなんとかこう切り離すことができないんですかね、うん、どうなんでしょうかねその報道でいた NHK にいた、ね、あ元 NHK の矢原あゆみちゃんからすれば、はい、その政治と金っていうのは切り離せないもんなんですか、うん皆さん本当にねどん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 出てきますからね、はい、あのやっぱり選挙するでしょ、うん、選挙にお金がかかるとだから政治は金がかかるっていうのが本音らしいですから、はいまあ、それをなくそうと思うんならムルなあのどこやったっけムルワカ大統領っていう、はいはいはい、ねあの、うん何やったっけムヒカさんムヒカさんやムルワカちゃんはムルワカはあれやとあの鈴木宗男のあのあれやわなんかおったやろあれ、はい、秘書やったか、はい、ムルワカさんおったやろ、はい、変なやついたかなそうでもちょっとねそこはクリーンな方かなと思ってたのでもともとすごいなんか言ってありましたよね、うん、あのそういう政治資金に関してはねなんかそんなダメなのでちょっと残念というかでね最近のちょっと発言とかもちょっとねあのこれはちょっと反対方になるかもわからんけど、はい、あの会社と間違えたんちゃうかなああ
わかる、うん、僕経営者だったらわかるんですよ、うん、あの会社の経費を使う社長が経費使うのと同じような使い方してるわけですよ、うん、なるほどね。だから会社と間違えたんちゃうんかなってちょっと思いましたね。ただそれだけのことやと思いますよ。いいかあかんかはもう僕には正直わからない。どこまでがまあいいのか、うん、どこまでが悪いのかは僕的にはわからないけど、ちょっとそれを勘違いされたんちゃうかなという感じはしますね、うん、だからそれを報道の方々がですね、うん、まあそれを不正と見るのか、うん、まあ良しとするのかみたいなところの、まあ、報道であって、うん、ほとんどがまあ今都民の 77% は、うん、ね、あの、もうね、やめて辞職してほしいって言ってるんですけど、うん、これ辞職してまた選挙したらこれでまたお金かかるんですよね。そうですね、それ税金が、それが税金ですからね。そうなんですよ、ま、だからこれをまあ会社として見て、でその社長がやってることやったあとね、政治に対して、うん、まあこれから、オリンピックもありますしね、2020年ですかね、はいはい、それに向けて、まあ、松添さんにそのまま継続してちょっと直してもらうところは直してもらって、うん、続けていただく方が本来の、まあ、言うてみたらあお金の無駄遣いっていうのはなくなるんじゃないかね、うん、これちょっと逆転の発想かもわかんないですけど、僕はそう思います。あゆみちゃんなんか報道の立場から、報道に行った立場からしたらどうですか。やっぱり騙されたっていうのでこうやめてもらいたいっていう風になっちゃいますか。うん、そうですね、うん、難しい問題だとはちょっと言え、まあ立場が立場やから発言、はい、あの吉江ちゃんはどうなの。まあ、でも単純に、はい、まあ、その私がじゃあこういう仕事を抜きにして一万その都民であったとしたら、あれだけねやっぱり人気の人だったわけじゃないですか。そうですね、でそれだけ期待もね大きかったし、で 石原さんのことでね、まあいろいろあって、またそれでバトンタッチ、舛添さんならっていうところでまたねこう出てこられて、でちょっとやっぱりまたかっていう、この人もまたかっていうような都民だったらもう何と思ってるのかなって、財布と思ってるんじゃないかなって、私だったらこういう仕事うんぬんの抜きにして一時住んでる都民からしたら、うん、やっぱりねそういう気持ちで。そうですよね、うん、自分たちが払ってる税金とかでっていうことですね。あれだけね、うん、人のことをやっぱりね、うん、いろいろこう言われてた方だったので、そうですね、お金、そう、ね、政治資金のことに関してはやっぱりものすごく厳しく言われてって、うん、でものすごくこうクリーンなイメージというか、うん、ある程度ね結構いいイメージでこうなられたからこそやっぱりがっかりっていうのは単純に、うん、しかもなんか調べれば調べるほどって言ったらあれですけども、うん、どんどんね、ちょっと出てきてしまって、うん、もう趣味のねそういう、あの美術の方にちょっと使ったりとか、そうそう、ヤフオクで買ってたりとか、ね、そう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 、うん、一般人的面やっぱり歯切れが悪い、精査するとかね、一日も早くそう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 、第三者委員会の方にっていうのとか、そうそうそう、あれもやめ権でしょ、うん、検事を辞めた方の弁護士、まあ、これって最強の弁護士なんですよ実は、はい、それを2人って言ってるんですけど、自分の弁護士だったら守るからね、あ弁護士してもだからあれはあんまり機能しないんじゃないかなって僕は見てますんでね、うん、はい、本当にねこれからの動向というかね、また気になりますけれども、そうですね、まあ、気になりますね、はいはい、確かに、はい、では3曲目ではいきますか、はい、そうですね、はい、はい、リクエスト何かありますか。 ありましたね、ありましたね、はい、でもちょっと探してみたんですけど、日中里奈さんの曲なかったので、あららら、はい、あ残念、はい、僕歌いましょうかそれもまあいいですけれども、あそうですか、軽く流されました、ね、いやいやいや、スティービーワンダーですね、サーデュークいきます、そうですね、私のリクエストですけど、そうですね、そうそう、はい、今日はゲストですから、そうそう、はい、ありがとうございます、はい、はい、ではお願いします。あ、これか、そうそう、いい、いい、時間がないので、はい、2分前ぐらいからバックBGMに、あ、そうですね、すみません、どういう感じで、はい、物語できへんの、最後、私、じゃあ、ちにちゃんって振るんで、小池って言ってもらって、それで締めません、それで、それで、それで締めましょう、なんで最後まで俺、今日緊張してるの緊張感溢れる、これぐらいか、あとは何かやることってありますか。松添さんの、いい話やね、うん、うまいこと、誰も傷つけずにいい感じでしたね。でも政治ってすごいお金かかるらしいよ、うんうん、かかりますね、だからちょっとしたこうそこら辺の 町役場のね町長選挙とかでもそうやし、うんうん、議員選挙とかもすっごいお金いるみたいで、うんうん、そんな普通のサラリーマンができるようなレベルがあるらしいからね、うん、実際にお金かけるのはみんな知らんのか、うんうん、もうその人チラシ代とかもそうだし、あんなもすごいかかるからね、うんうん、今ネットあんねんからネットでやったんやのにな、うん、まだチラシ代もいらんし、ね、全部ね、
うまくね使ってる方とかいますけどね、うん、でもまあ向こうからしたら遊びとかネットやったら怖いなんか、うん、前のどうやったらいろんな嫌がらせに投票したりとかしたり、うんうん、でもまあ去年一昨年ぐらいにネットでの選挙活動が解禁になったので、あ、そうなんや。それってどうやったの？あんまり成果は出なかったの？でも多分都知事選の時ぐらいからやってたと思うんですけど、そう、舛添さんがやった時、あの時若い方とかが結構ソーシャルメディア活用してやろうやろうってなことで、うん、あ、そうなんや。渋谷でその集めてやったりとか、若い子の投票率は上がるでしょうね。あと、ね、あの足が悪い年寄りなんかもやっぱり、ね、もうあと1分ぐらい、あ、じゃあもうマイクを使いますね。はい、パワフルな音楽で元気が出てきますけれども、うん、名曲ですね。ね、名曲です、うん、もうそろそろお時間となってまいりました、はい、キャプテンにまかちょうけ、うん、今日はゲストにも素敵なパーソナリティ、はい、菅義恵さんにお越しいただきました、はい、楽しかった、ね、毎月本当にね、あの遊びに来ていただいて、いいですか、ね、いろんなまたお話もお伺いしたいなと思います。またモノマネが出ましたけれども、今日ご機嫌ですか？ご機嫌ですからね、あげあげですから、はい、来週また月曜日にですねお目にかかりたいと思います、うん、そして、うん、その締めくくりを、そう、はい、じゃ あ, あの私が、はい、ちにちゃんって言うんで、はい、まあ、あのお決まりの言葉で返してください。あ、もう、はい、分かりました、はい、じゃ あ, あの、はい、BGM はチューリップをこうイメージしていただきながら、はい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 、ほんのみたいな、はいはいはい、それではいきたいと思います、はい、ちにちゃん小雪、あ、あ、ごめん、ちょっと失敗したかもしれない。結構似てました。結構、はい、では皆さん来週またお目にかかりたいと思います、はいはい、ではまたおおきに。